ゼレンスキー大統領って太田さんが首相になったようなもんですよね。コメディアンだからね、あの人 ね, ねだからそう考えるとちょっとやばいんじゃないかと思っちゃうね。自分に置き換えたから善悪なんてどっちがどっちって俺は言えないからね。ゼレンスキーの主演のコメディ映画があって、それは本当に大統領になる役なのよ。そしたらそれで人気が出て、自分が本当の大統領になって世界的に有名になっちゃったってよくわかんない、うん、ゼレンスキーのドラマ見たんだけど、ゼレンスキー演じる大統領っていうのはものすごく無垢な理想主義者だよね、あれね。で、要するに腐敗した政治を全部切っていくっていう、そういう中でやってるんだけど、あのまんまだったらおそらくウクライナって国は、もしかしたら支持率は下がってってったかもしれないよね、ゼレンスキー大統領っていうのは。何も紛争がないけど、こうなった時に自分の命をかけてまで正義のために戦うみたいなイメージがもう世界中に広がって、だからまあ歴史に名を残すような人になっちゃったんだなっていうのは思うけど、そういう意味ではすごくやっぱ今の時代フィクションと現実の境目が分かりづらくなっている。コメディアンであるっていう部分、パフォーマンスであるっていう部分も十分含まれてるわけだから、彼のことがカリスマを作っていけちゃうっていう部分は感じますね。でも本当にあれが作ったカリスマだと思います。トランプ元大統領だって一緒ですよね、うん、そうですよね。あの人 You are fired の人です。